世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島、黒島黒島の位置黒島は、沖縄県の八重山諸島にある島である。沖縄県八重山郡竹富町に属する。石垣島から南南西 17km にあり、入表島との間に位置する。牛の牧畜が盛んで、牛の島として知られる。また、島の形が、ハート型であることから、ハートアイランドとも呼ばれる。 勇気山五章で形成されたほぼ平坦な島で、島の至るところに肉牛用の牧場が広がっている。かつては森林が広がっていたが、1984年以降、スタビライザーを導入した開墾事業が、キアン、イコ、宮里と中本集落周辺で進められた結果、集落以外のほとんどの場所が開墾され、牧草地が広がる風景が形成された。また、 島の周辺海域に広がる石日小湖は、日本国内最大の珊瑚礁海域である。黒島の民家先島諸島の固有種のうち、先島ハブ、八重山大小り、大島窓ボタルが生息する。天然記念物の中では、岡屋ドカリが生息する。また、本来の分布地ではないが、迫る箱亀の発見例があり、定着していると考えられている。 セマルハコガメの亜種である八重山セマルハコガメは、八重山諸島の固有亜種であり、天然記念物に指定されているが、黒島のセマルハコガメがこの亜種であるかは不明である。さらに、天然記念物の岸の上と影の発見例も、相次いでいる。インドクジャクの異常繁殖、編集、黒島のインドクジャクインドクジャクは、最初に、新白島に導入され、1979年に、 オバマ島のリゾートホテルに持ち込まれたものが観賞用として各地に寄贈されて広まった。黒島では1980年代に観賞用として持ち込まれ、台風により飼育小屋が壊れ数羽が脱走した。天敵がいないことから異常繁殖し、2013年現在では数千羽以上生息すると推定される。先島スベトカゲ 先島ヘビ等のトカゲ類が激減するなど、従来の生態系が破壊されている。また島の主要産業である、畜産業への悪影響も出ている。2013年には、箱穴により1479羽が駆除されており、その後も重機による駆除や探索犬による、繁殖欄の駆除が続けられている。空気の澄んだ離島であり、日本の南端に位置することから、南十字座。 全天で2番目に明るい恒星のカノープス、3番目に明るい恒星のケンタウルスザアルファ星など、南天の星を日本国内としては比較的観望しやすい。ただし、日本の南端とはいえ、これらの星の高度は低く、観望が困難な場合もある。琉球王朝時代、八重山における造船は、主としてこの島で行われ、宮古島の船もこの島で作られた。 ただし材木は、西表島から切り出していたため、不便であるとして1678年に、西表島の古見に移され、後に石垣島に移った。また、西恩の時代、八重山では強制移民が行われたが、この島もその対象となり、たびたび、西表島や、浦井石垣への移民が行われた。この島の民謡として、有名なチンダラブシは年に、 黒島の宮里部落から、裏石垣の野底に強制移民が行われた際、連れて行かれた恋人の男を思って、女が歌ったものと伝えられる。また、石垣島にある、野底竹の別名、野底マーペーは、この時に移住させられたマーペーという女が黒島に、残った恋人恋しさに、集落の裏山に登ったが、表だけに阻まれて、黒島を目にすることができず絶望して、 石になったという伝承にちなむ。黒島の牧場肉用牛の子牛の生産を中心とする畜産業が盛んな島で、近年は牛の使用頭数が人口の10倍を超える状態が続いている。奇数月の13日に港近くの黒島家畜市場で子牛のセリー市が開かれる。2014年度に同市場で取引された黒毛和種は882頭であり、 沖縄県内市場での取引の3.2%を占めた。黒島で1年ほど育てられ競りにかけられた子牛の多くは石垣島や九州を中心とする全国のブランド牛産地で肥育され、石垣牛をはじめとするブランド牛として出荷される。なお、ブランド牛の中には神戸ビーフのように数種の産地を厳密に定義していた地域産の子牛を数種としていないものもある。 毎年2月最終日曜日には牛一頭が当たる抽選会で有名な黒島牛祭りが開催されている。周辺海域の自然を生かした観光業としてシュノーケルダイビングやパナリツアーを行っている。また、レンタサイクルレンタバイク店が港付近にあるほか民宿でも自転車を借りられる。レンタカー店は東筋にあるので電話連絡して届けてもらうのが 一般的である。実地会の決定により、島内でのキャンプや農塾は禁止されている。黒島小中学校、黒島ビジターセンター黒島研究所、黒島東大警察署及び消防署はないが、自衛消防団用の消防車1台が東筋にある。また、黒島診療所には、医師、看護師が常駐しているほか、AED が島内4カ所に設置されていい。 県道213号黒島港線空港は、島内にはない。緊急用ヘリポートが設置されている。平坦な島なので、自転車で無理なく一周できる。自然の土と砂に白セメントを添加した、長道整備、並木の植栽、赤川らしようへの補助、琉球石灰岩を使った石垣の普及指導などが、強化されて、白い道路と、 町並みが1999年に建設省の手作り郷土賞に選定されている。黒島高校路、編集高速船フェリー、高速フェリー所要時間、便数は2019年2月現在。プズマリー古参橋、中本海岸西の浜の海亀上陸跡黒島展望台黒島では、うったではなく、ワンと呼称する。伝統芸能のうち、 竹富町の無形民族文化財に指定されているもの、ありがとうございます。